本のの人生相談リアナビゲータータ小林まどかです7月20日にフォレスト出版から発売されたケンさんの最新刊一瞬で人生を変えるお金の秘密、ハッピーマネーの出版を記念してお送りしたお金をテーマとした Q&A の特別版が好評だったため、今回はその第2弾をお送りしたいと思います。えー、改めましてケンさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。 えー、さて今回も「ですねこのハッピーマネー」日本語版の発売後に研さん宛にリアケンリスナーの方読者の方からお金に関する質問たくさん届きましたので、はいえー、この第2弾として研さんに質問にお答えいただこうと思うんですけれども、はい、まずこの「ハッピーマネー」なんですが日本語版が発売されてから増販が続いて、はい、発売の2週間で10万部が突破したということで。はい これはあのケンさんのこれまでの参加人生の中でも最速ですよね。うん、そうです、ね、いうか大体そもそも10万部っていうのは <laughs> 2週間どころか2年かかったって言ったらすごい数字ですよね。最高で言ってもすごい数字っていうことですよね。ねいか一緒の間に10万部言ったらもうすごいっていう数字がたった2週間で出たっていうのはすごいことですよね。はい、どんなお気持ちですかまあ気持ちというかなんか怖って感じですよね。 <ー>そんなにすぐにみたいな<ー>そういう感じですよね。ここまでこの勢いがスタートからバーって広がりがすごいっていうのは何でしょう今回なんかマジックがかかってるんですか、ね、まあ例えばあのアメリカイギリスカナダオーストラリアで出たっていうような感じのこともやっぱり追い風としてありますよね。<ー>でそれでそれだけじゃなくてその日本の出版社の、うん フォレスト出版の皆さんもそうですし、あと、その日本の出版、あのー、に携わる書店の皆さんですよね。その書店の皆さんも、すごい、このハッピーマネー、すごっていうふうに思ってくださってるので、その,その期待感が、まず最初の10万部で出たんじゃないでしょうかね。<ー>はい、しかも、8月は JR 西日本で、このハッピーマネーの電車広告が展開されているということですね。 これはどういう感じなんですか、もう関西地区の方からは。うん、報告とかもか。あ、そうです、ドアの横でね、でかい、こう、なんかこう、四角の。あ,<ー>あの、のが、もう出てて。はい、あれが、一月間ずっとですから。ええー。はい、だ、錬の本屋さんではものすごく売れてるみたいですけどね。ええー。しかも、全国の書店でも。 大々的にこの本で展開されていて、はい、で検査も各書店にこう講演会とかで回ったりもされていますけれども、やっぱり反響がすごいですよね、この熱情みたいなのが、そうい感じられますよねすす、はい、やっぱり一つのお店で1000冊も仕入れてくださって、それもあっという間に売ってしまってるっていうのが、ちょっともう怖いですね。へ<ー>はい ということでケンさんにお金の質問が、はい、本当に続々と届いているので、はい、早速紹介していきたいと思います、はい、えー、まずはラジオネーム広島のキョンキョンさんです、はい、ケンさんこんにちははいこんにちはケンさんをきっかけにお金と幸せについて自分でもよく考えるようになり二つほど気になる点が出てきましたはいまずは両親からの影響 <laughs> 両親の価値観はさておき、自分は自分だと思ってはいても、どこかで遠慮のような気持ちを感じてしまっている部分があります。それと、パートナーの場合、交際中にお金をきっかけに喧嘩したことが今まで何度かあります。これからお金とも、家族やパートナーとも円満に付き合っていく上で、どんな気づきがあれば、今の現状から抜け出せますでしょうか健さんのアンサー、お聞かせいただけると嬉しいです。<laughs> はい。まずね、 そのお金とも家族やパートナーとも円満に付き合うことは無理だってことを最初に知っといた方がいいです。無理そう。なぜかというと、もうお金とかそのいろんな問題は、もう自分の一番醜い部分を引き出すんですよ。えー、だからちょっとお金にことで気をつけようとかそんなんじゃなくて、えー、やっぱりこう殺意に似たような怒りみたいなものが必ず出てくるんですよね。はい、だから、円満に行こうっていうふうに思ってしまったら、うん 多分その本音でつあの付き合うことができなくなっちゃうので、うん、もうなんかなんで自分ってこんなに暴力的な人間だったんだと思うぐらいそのなんか感情が出てくるのは普通なんだよってことを最初に言っておきたいです。はい、でこの両親の価値観がやはり染み付いちゃってるっていうのは <laughs> 誰もがそういうのって感じるポイントかなって思うんですけれど。そうですね これはどうしたらいいんでしょうこれもあのどうしたらいいというかどここまでで変えたいかってことですよね例えばさっきの,あの夫婦関係の話を最初にしてしまうとその夫婦っていうのは必ずあのお金に関しては相違があるんですよ。はい、お金は出すべきだ出すべきじゃないっていう感覚って全然違っててでそのなんかノリも違うんですよね。も,もちろん経済状況も違うってことあると思うんですけどでそういった意味でそのお金に対してワクワクしてお金を稼いで使う人と。 できるだけお金を使わないでいこうっていう人って、憲法が違うんですよ。だからそれをまず理解するってことですよね、うんはいで。そしてその憲法の、その厄介なことは、その男性の方のお父さんとお母さん、女性の方のお父さん、お母さん、まあ簡単に言うと4つのファミリーの価値観が入り乱れて、2人を邪魔するんですよ。 じゃあ簡単にそれをうまく今のパートナーと融合させるなんていうのは到底そんな難しいっていうことですよね、うんまあ、最低二十年かかると思いますよあ,あ、そうですかそそうそう,そうだからそういった意味ではその途中でお金がなくなったりすごい入ってきたりとかいろいろあると思うんですけど、えー、まあそういった意味では自分の両親の価値観っていうのを調べながらそして自分がどういう価値観を持ちたいのかってことを考えるのがスタートでしょうね、うん はいでも本当にこう感じてる方って多いんじゃないかなって思うんですよね。はい、やっぱり炙り出されますもんね。あ炙り出された後にどうやって2人で何かじゃあ何が正解なのかっていうのを話し合って導き出すすかってことですよねうーんその流れの中に癒しがあり怒りがあり悲しみがあり、えー、そして愛があるわけで質問ありがとうございます。 続いていきますね。はい。えー、たままよさんです。ケンさん、こんにちは。はい、こんにちは。新刊の中に、お金が欲しい人はお金を与えなさいとありました。仕事で多くの仲間やお客さんに、時間もお金もたくさん与えたからか、高額を稼ぎましたが、アンハッピーマネーだったのか、自分のために使うお金は残らず、お金も組織も縮小しました。自己犠牲が強かったと思います。 好きな仕事なので、今度は新しいやり方で続けたい。自己を満たしながら与えるにはどうしたらいいですかはい。これはだからお金を与えなさいっていうのはちょっとあのいろんな意味があるんですよね。はい。それだからお金儲けをさせてあげると、ちゃんとお金が入ってくるってことなんですよ。はい。だからただ単にお金をあげればいいっていうことじゃないんですよね。だから皆さんに豊かさとか利益とかをもたらせる人は、はい、ちゃんと自分も豊かになるようになってるんですよ。えー、なので、その… このね、戸マ真也さんが言われている、うん、その、自分のために使うお金を置かず、お金も組織も縮小したってことですけど、多分、その変なお金の使い方をしたんじゃないかと思います。周りの人たちが喜んで、そしてなんかその人たちをハッピーにしたら、必ず回り回ってお金が入ってくるはずです。でそれが入ってきてなかったとしたら何かがまずかったんですよね。それを検証する必要があるんじゃないでしょうか。 それはままずどんなふうに検証できますか例えばだからそのお金の上げ方え<っ>与え方が変だったかもしれないしそのまず本当にお客さんとかの仕事の仲間に利益を与えたのかっていうとお金をあげたかもしれないけど彼らがお金持ちになったり彼らが利益を出すってことには貢献できなかったのかもしれないし。うんあのこうやって書かれてるように例えば組織が縮小したり。 こうお金が減っていってしまったっていうってことは。たくさん入ってきたとしても、結果がこうっていうことはやっぱり、アンハッピーマネーだったっていうことなんですか。まあ、アンハッピーマネー、半分はアンハッピーマネーだったかもしれませんけど。まあ、その分が楽しかったら、そこはハッピーマネーじゃないですかね。ただ、<ー>ちゃんとお金が残るようなやり方をしてなかっただけのことですよ。ああ。そういうことですね。じゃあ、こう、玉間さんが今後、<laughs> 新しいこうやり方で。 するっていう時にはまずさっき研さんが言ったように最初に検証から入った方がいいっていうことですか、ね、はいでそしてちゃんとお客さんに何か物をプレゼントしたりなんかしてればいいってことじゃないんですよ。うん、お客さんが実際にすごくする役立った、うん、感謝してる、はい、自分のお客さんを自分の周りの友達を紹介したいって。 言われるぐらい本当に利益を与えたかどうかってことなんですよねそのお客さんにはお金とかプレゼントを与えなさいって言ってることじゃないんですよはいはいい。じゃあそもそもがねそういうところではないっていうことですよね,そ,すねそのけんさんがお伝えしたいことはねはい、はいはい、さあ続いてはハウオリさんですけんさんこんにちははいこんにちは、えー、両親とのお金のトラブルで両親との確実もありお金に対してネガティブな感情がありますどうしたらお金に対して肯定的になりますか 具体的な解決策があれば教えてほしいですはいまあ両親との間はまあ置いといてその日常的なお金を楽しく使うってことですよねうん、うん、楽しくお金を稼いで楽しくお金を使う、うん、お金が入ってきた時にありがとう、うん、使う時にもありがとうって言えるような関係になったら、うん、お金のことが楽しくなると思います、うん、それと同時にやっぱり両親との確執っていうのも解く必要がありますよね、うん、お金とは直接関係ないはずです はい、お金を媒介としたエネルギーのやり取りでコントロールされようとしたとか、うん、それに対して反発したとかだからお金全く関係ないんですよね、うん、なので両親とどういう確差があったのかっていうのはちゃんと見てでそうして話す必要があるんじゃないでしょうか。うんうん ケンさんの,あの本人も書いてますけれどお金って人によっては素晴らしい、うん、本当にハッピーだっていう人もあればお金によっていろんなものがこう崩れてよくないっていうふうに言って全く違いますけれどお金だけ見ればその意味って同じなわけじゃないですかです、ね、ただお金っていうだけなのにんかいろんな意味付けされていそうそうでお金のせいじゃないんですよ。<え>はい、なので 自分がお金と直接関係がないってことがわからないとなんかお金に対してネガティブなものを投影しちゃうんですということなんですよね、はい、はい。さあ続いての質問ですサザエさんですけんさんこんにちははいこんにちはけんさんの本を読んでもっとお金を使うときに感謝するのが大切と頭ではわかっているのですがお金を払うときにはいつもお金が減ってしまうと思ってしまいます エネルギー交換なので、新しく自分に価値あるものが入ってくると思うとしますが、心からはそう思えず、欠乏感に襲われます。どうしたらお金を使うときに、心から幸せな気持ちになりますかはい。これもわかりますね。そうですようね。そう、うんまあ。お金使わなかったらいいんじゃないですかね。使わない <laughs> そう、できるだけ。えー、うん そうしたら、少なくても欠乏感は減りますよね。ええ、はい、あ、で、でも、うん、あの、その、本当、検査の本読んで、じゃ、スーパーに買いに行って。ね、どんな時でも、ハッピーマネーだと思って、でも、ついついお財布開けた瞬間に。それが、吹っ飛んじゃうんですよね。もともとの自分のパターン。そ,そう、そう、それは、だから、お金っていうのは、使ったら減ると思ってるからですよ。ええ、お金っていうのは、使ったら増えるようになってるんですよ。ええ、それが、切り替えられるかどうかってことですよね。 そこが切り替えられなければ本当に今までのままと同じでのと、ねうんうん、そうそうそうだな,なぜかというとお金を出すことによって流れを作ってるわけですよね、はい、だから必ずその流れっていうのは戻ってくるんですよ。ね、ただも戻ってくるところの回路を開けてないと戻ってきませんよ。はい、例えばなんかそのお金を使うだけ使ってあのお金が入ってくるのが例えば旦那さんだけの収入とか。 あるいは会社員だけの収入入だっったら入ってきようがなないいじゃないですか、はい、だから言ってみれば放流してさあ帰ってこようと思って魚が待ってんのになんかこう帰ってくる場所がないから別のとこに行っちゃうみたいな、えー、だからお金がせっかく帰ってくるんだったら帰ってくるようなその場所を作っとかないとダメなんです。でそれがちゃんとあったらお金を使ったら必ず戻ってくるなっていう感覚があるはずなんですよ。はい、でもこののサラリーマン的な感覚毎月30万のお給料 の中でやりくりくしてでお金を払ったら今の貯金が減るようなっていう感覚だと確かに減るんですよ。でも考えてみた時にお金ってきれいに循環が回ってるってことが本当の意味で分かったら<ー>もう一生欠乏感に悩まされることはないんです。ただこれってね、うん、その信仰と同じようなものでその欠乏があると思ったらもう欠乏しか見えなくなるんですよ。はいうん、トランスに入っちゃってるんですよね。はい、だから催眠術にかかったかのように お金を減ると怖っと怖思ったりだとかっていう風になっちゃうんです、うん、なので実際に本当何が起きてるのかっていうのをカメラを引いてちゃんと観察するっていう知性と感性と感情的な健康さがないとやっぱ見えてこないいと思います、ね、自分が出したらあのトランプと一緒で自分がカード引かれたら自分の手持ちがなくなっちゃうみたいな、うん、ああいうなんか怖さってなんかすり込まれて、うん あるんですよね。人の中に、はい。そうそう。それを変えるしかないですよね。これも時間かかると思います。はい。さあ続いてです、えー。ちょっとラジオネームのない方なんですが、健さんこんにちは。はいこんにちは、えー。今29歳で会社員をしています。仕事は頑張っているのですが貯金がたまりません。贅沢しすぎているつもりもありませんが、契約社員なので元のお給料も多くありません。 お金のの設計図の話が書かれていました。どうしたら自分のお金の設計図変えられるのでしょうかこれはですねその自分のお金の設計図を変えるためにはお金をどう稼ぐのかっていうのを最初に考えなくちゃだめなんですよ。でそのまず収入が低すぎるとお金残らないのは当然ですよね。うん、だからどうやったら自分が収入を高くできるのかってことを考えてみてください。はい、多分派遣ののの仕仕仕事事事とかか、えー。契約社社員員じゃなくて、正社員の仕事をするか あるいはちゃんともっとお給料を出してくれるようなところで働かないとどんだけそのお金のことを気をつけたとしても多分お金は <laughs> 起らないと思いますうんそうするとこの設計図っていうのは、まあ、皆さんそれぞれが持ってる設計図っていうのは、うん、書き換えはでも簡単ですか難しいですかいやあの簡単難しいっていうことではないんですよね。やっぱりその 自分の人生をそのどういうふうに生きるのかっていう延長線上にしかないんですよだから一秒で書き換えるってものじゃありませんけど、まあ、そういう意味では難しいのかもしれませんけども、うん、永遠に書き換えないかというとそうでもないですよねでも例えば自分がそのお金を受け取る器を作ればいいだけなんですよ例えば自分の会社を作るなり自分のサービスなんかを作ればいいんだけど多くの人たちがそれをやればいいって頭で分かってるんですよでもやらないのはやっぱりそうやってお金が入ってきたらなんかちょっと調子くるんですよ うん、夫婦の力役も変わるかもしれないし、はい、あるいは何か今までボランティアでやってていい人だっていうふうに自分で思ってたけどそれをお金をもらい出したら急になんか「あなたは商業主義になったのね」とか「はい、お金のためにやってるのね」っていうふうに言われたくないから「はいやいや,や私はボランティアでやってます」えー「お金もらわずにやってます」「だから清い人ですから悪い人だと思わないでくださいね」っていうのをやってる限り、えー、次の段階にはいけませんよね。<ー>そういういいいいちょっっとととしたこを積み重ねをいっぱいやらないと お金のの設計図っていうのは変わりません<ー>なぜかというとそういういろんな複合的なことをやって初めて報酬の額が変わるからなんですよね。えー、で報酬の額とかお金のもらい方が変わって初めてお金の設計図が変わったと言えるんですよ。なのでそういった意味では簡単じゃないかもしれませんけどでもすごく難しいわけでもないですよね。なぜかというとそのこの方が副業をするとかあるいはもっといい仕事を探してそこに転職するなりで必要なスキルがあのまだ足りないならどっかで勉強するなりっていうのをやれば あのもっと収入が高くなるわけだから、うん、そういう意味でもめちゃくちゃ不可能ではないですよね。うん、はい。はい、質問ありがとうございます。はい、続いては特命希望の方です。けん、はいえー、さんこんにちは。はいこんにちは。健、えー、さんの本を読んで幸せなお金持ちになりたいと思いました。僕のように会社員から幸せなお金持ちになった人、ハッピーマネーの流れに乗っている人の共通点はありますか？ ハッピーマネーを意識しても不安に押しつぶされる人の方が多いんじゃないかなと思ったのでもし幸せなお金持ちになれた人の共通点また秘訣があれば教えてほしいです、うん、ということなんで一つの共通点としては自分の得意好きなここととでで勝負し始めたってことですよね、はいまあ、今の日本の従業員をやりながらお金持ちになるのは非常に難しいです。 まあ上場企業の役員とかになれば相当な収入になりますけど結構時間かかりますよねなので現実的に自分が本当に幸せで豊かに生きたいなら自分の何かを始める必要があると思いますで自分のビジネスっていうのは自分の好きなこと得意なことの掛け算で始めて成り立ちますでそれは世の中的に見てその人がお金払ってもいいと思えるような商品やサービスを開発するということですよねでそれができたら、えー、数年で豊かになることはできると思いますけど 当然その途中にうまくいかなかったらどうしよう誰かに批判されたらどうしようとか、まあ、いろんな不安って出てきますよねでもその不安っていうのは生きてるる限りあの本当は感じるものなんですだからそれを感じながらも自分がやりたいことに進んでいくでそしてその不安をエネルギーに変えるっていうような人が最終的に幸せに豊かになれると思います。じ、うん、じゃそそういううういいいい不安みたいなもももののはは誰もがそういうやってるる途中には感じるもの ということですよね。もうセットであるということですよねそうそうそう。そうなんですよ。っていうのは新しいことをやったりとか、えー、自分が今までやったことないことをやるとき、人は不安を感じるんですよね。僕もしょっちゅう不安を感じてます。はい、けれどもその不安を感じながらそれでもやりたいってワクワクしてくるのか、まあやっぱりやめようと思うのかの違いでしょうね。はい、はい。ということで今回はですね、7月20日にフォレスト出版から発売された健さんの最新刊。 一瞬で人生を変えるお金の秘密、ハッピーマネーの出版を記念して、お金をテーマとした Q&A の特別版、第2弾としてお送りしました。えー、本田 n 県の人生相談、Dear 県では、リスナーの皆さんからの質問も随時募集しています。県さんに質問してみたいという方は、本田健県公式ホームページ、または本田健県公式アプリより質問をお送りください。 また本田県の公式 YouTube でもこの収録風景配信していますのでよかったらそちらもご覧になってみてください。ということでこうやって今日はの6名の方の質問を抜粋してお送りしたんですけれど「はいはい、ハッピーマネー」を読むとそれぞれの人の中に眠っているお金に対する不安とかもともと両親から 受け継いできたものとか、やっぱりいろんなものがあぶり出されてこうやってこうそれぞれの人生でうん、うん、あどうしたらいいんだろうこのままじゃいけないっていうような,なんかこう燃えるきっかけになってるっていうのが分かりますよねこういうメッセージを見ていても。ねはいはい、じゃあ最後になんですが、はい、ケンさんからリスナーの皆さんへ一言お金っていうのは人を幸せにも不幸にもするものなんですよ。 ハッピーマネーとアンハッピーマネーがあるって言いましたけども、そのハッピーマネーを作り出したいなら、お金が入ってきた時にありがとう。出ていく時にもありがとうっていう感性が最初のスタートです。なので、ぜひ自分の好きなことそして得意なことでお金をもらう。最初は無理かもしれませんけど、そういうふうな形で少しずつ人生を変えていけると、気がついたら、すごいハッピーマネーだらけだなっていうふうになると思います。まずは、お金が入ってきたと時にありがとう。お金が出ていく時にありがとうからスタートしてください。 えー、ということで本田健の人生相談ディア県特別版としてお送りしました県さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました